さて、年々そのバージョンアップしてきているこの蓮祭りでございますけれども、今年もですね、有効都市であります白川市の物産交流、あるいは健康づくりで協定を結んでおります、群馬県の上野村からもおいでいただいております、売店が出ております。物産展やっております。